こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではグローバルワークで見つけたあるコートをですね、皆さんにご紹介をしてみたいなというふうに思っています。僕はですね、このチャンネルで様々なお店ですとかブランドをご紹介してるんですが、その中でもですね、登場機会が多いのがユニクロとか GU、 そして今回ご紹介するグローバルワークなんですね。まあ、グローバルワークってかなり使い勝手のいいショップだなと思っていまして、価格帯としてはユニクロよりは高いんだけども、セレクトショップのオリジナルよりは買いやすいので、結構ですね、僕ら大人世代には使いやすいショップなのかなと思ってます。並んであるアイテムに関しても、ベーシックなアイテムがすごく多いんですが、その中にもですね、トレンド感をちゃんと活かしながら作っているので、ユニクロの定番アイテムよりは少しですね、トレンド感が強めになっていて、ちょうどいいんですよね。ですので僕もこの動画の中でよくですね、ご紹介しているわけなんですが、そのグローバルワーク、定期的に僕はですね、お店に通って何か動画でご紹介できるものがないかなというふうに見ているわけなんですが、その中で今回たまたま見つけてしまったコートをですね、実際に買ってきたので皆さんの前でレビューをしてみたいなというふうに思っています。早速もったいぶらずにですね、お伝えしたいなと思ってるんですが、こちらのコートですね、ロング丈のですね、コートなんですが、正式名称はですね、GWMB ロングコート柄というもので、サイズは M をですね、僕は購入しました。ですね、商品名にある通り、こちらはですね、グローバルワークと MB さんのコラボのコートになってるんですね。これ面白いですよね。まあ僕自身ですね、ファッションユーチューバーとして活動してますが、この同じジャンルの中で圧倒的な成果を出している MB さんの商品をですね、僕が紹介するというのが、これまた面白いなと思って今回取り上げてみたわけなんですが、まあ実際に試着してみたところ、すごい良かったんですよ。なので悔しい反面ですね、良いものは全力でお伝えするのが僕のスタンスなので、今回はこちらの商品について、まあ、徹底的に僕の視点で解説をしたいなというふうに思っています。まあ、そもそもですね、 MB さん僕が知ったのは結構前なんですが、一番最初に僕が出版したのが今から7年ぐらい前かな、それぐらいだと思うんですけども、そのタイミングで本を出して結構ですね、売れたんですよ、ありがたいことに。で、僕の中でもですね、よし、このジャンルで僕もどんどん頑張っていこうと思っていた矢先、彗星のごとく現れたのが MB さんなんですよね。僕の一冊目の著書と大体同じぐらいのタイミングで MB さんの初めての著書が出まして、一気にですね、僕の著書を追い抜いてですね、ぶち抜いていったわけなんですね。あれはですね、衝撃的でしたね。もう確かに中身も完成度が高くて、同じジャンルで本を書いている僕としては、これはやられたなと思ったのをですね、今でも鮮明に覚えています。ファッション本のジャンルでも MB さん活躍されてますが、最近は YouTube、もう皆さんもご存知だと思いますし、僕のチャンネル以上に見てる方が多いのが MB さんのチャンネルなんですが、そこでもですね、いろんな知識を出している MB さんなんですが、その MB さんとグローバルワークがコラボレーションしたこのコート、めちゃくちゃ良かったんですね。ちなみに今回の動画、案件ではありません。グローバルワークさんの案件でもなければ、MB さんは僕は実際にお会いしたことがないので、直接の面識がないんですね。ただこのコートを実際に試着をして良かったという理由だけでですね、レビューをしてみたいなと思ってるんですが、まあこういったロング丈のコート、僕自身もですね、いろいろ持ってるんですね。今回は私物のものと比較をしながら、どういった特徴があるのかというところまでしっかり解説したいなと思ってるんですが、グローバルワークという大手だからこそできるような素材使いだとか、あとは MB さんの持っているトレンド感だとか、ファッションの様々なノウハウ知識が詰め込んであるのが、まさにこのコートかなと思ってますので、この後実際に着ながらですね、解説をしていきたいなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとか、コーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速、行ってみましょう。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか。様々な角度から見ていただきたいなと思うんですが、着丈がですね、結構長めのですね、ロング丈のコートになってまして、特徴的なのはですね、このベルトですね、腰にベルトがついていまして、少しですね、リラックス感のあるような雰囲気になっています。これがですね、めちゃくちゃいいんですよ。ですので、僕もさすがにですね、
これは一 YouTuber としてですね、しっかりと皆さんにお伝えをしたいなと思ったので、もちろん自腹で買って今回レビューをしているわけなんですが、まあベースとなるデザインとしてはですね、シンプルなバルカラー、まあステンカラーコートですね。まあそういった点ではですね、これはよくあるデザインではあるんですが、ただですね、着丈がかなり長めになっていたりだとか、ベルトをつけることで少しですね、デザイン的にはアクセントをつけているんですね。まあ、同じようなコート結構ユニクロにもありまして、個人的にですね今季買ってすごく良かったなと思ってるのがシングルブレストコートですね。これですね結構雰囲気が近いなと思ってまして、例えばですね生地の雰囲気ですね、ヘリンボーン柄なんですよ。これがすごく良くて個人的に気に入ってるんですが、まさしく今回の MB さんとのコラボレーションのコートも同じくヘリンボーンなんですね。まあ、同じグレー系なんですが、ちょっと色味が違いまして、こちらのユニクロのものに関してはちょっとブルー味が感じられるようなヘリンボーンで、MB さんとのコラボレーションのものはちょっとオリーブというかカーキっぽさも混じってるような色使いも凝ったですね、グレーになってるんですね。ですので、この2つを比べたときに、よりオーソドックスで使いやすいのがユニクロのシングルブレストコート。ですので、おしゃれ初級者の方にはですね、こちらが使いやすいかなと思ってるんですが、もう少しファッションにこだわりを持ちたいというですね、中級者以降の方だと、丈の長さ、これだとですね、まあオーソドックスではあって、すごく使いやすいんですが、もうちょっと大体長い方が、おしゃれが好きな人には響きやすいかなと思うんですね。その点こちらのコートは丈が結構長めになっているので、おしゃれが好きな方にもですねハマりやすいようなデザインかなと思ってます。このベルトもまさにアクセントになっているので、そういった通好みの点というところがすごくいいなというふうに思っています。でデザイン自体は多分ほとんど変わらないと思うんですが、こちらのヘリンボーン柄とあとブラックとグレージュ3色あったんですけども、個人的には断然これが良かったと思います。まあ、秋冬のコートってブラックだと結構重たく見えるんですね。まあ、その中でもこういったヘリンボーン柄で色合いとしてはミディアムグレーぐらいのものだと割とモノトーンなので、様々な着こなしもしやすいですし、ブラックに比べるとそこまで暗すぎないので意外と使い勝手がいいなというのをですね、まさにシングルブレストコートを着て僕自身が実感していたんですが、このコートだとちょっと物足りなさを感じる場合はですね、このコートがですね、すごくハマりがいいんじゃないのかなというふうに思ってます。で、結構大事なのが、このようなロング丈のコートって結構ですね、重量感があってずっしりと重たいというイメージが僕の中にはあって、その結果、長く着てると疲れるという点なんですね。ですので、個人的にはロング丈のコート好きなんですけども、重たいのは苦手なんですよね。その点、こちらはウーリーテックという素材を使っていまして、結構ですね、軽いんですね。本物のウールのような質感が楽しめるんですが、軽量でストレッチが効いていて着やすいというところ。その点、このウーリーテックは素晴らしいなと思っていまして、実はですね、昨年僕が購入したこちらの同じくですね、グローバルワークのコートがあるんですが、こちらがまさしくウーリーテックだったんですね。ですので、僕は去年の段階でこのウーリーテックの素晴らしさは実感をしていたわけなんですが、そのグローバルワークのオリジナルの生地を乗っけながら、MB さんのデザインっていうところで、このコートはですね、悔しいですが、めちゃくちゃいいかなというふうに思っています。で、コーディネートなんですが、結構しやすいかなと思ってまして、内側に着るものですね。これは今、ニットを合わせていますが、まあ、様々な丸首のニットで合わせてもらうのが、まずは鉄板かなと思ってます。まあ、コート自体が結構綺麗めなので、全身を綺麗めにまとめるような着こなしもいいかなと思ってまして、今僕はニット、オリーブ系のものを着ています。まあ、他にもですね、爽やかにライトグレー合わせてもらってグラデーションを楽しんでもいいかなと思いますし、あとはですね、ホワイト系のニットなんかも合うかなと思うので、まあ、まずはこのコートと内側はニットを合わせるという着こなし、これがですね、鉄板かなと思ってるんですが、まあ、その他にもコーディネート様々楽しめると思ってるので、この後ですね、また一つ着替えてみたいなというふうに思っています。はい、着替えてみました。どうでしょうか？今度はですね、コートの内側にパーカーを着てみました。この着こなしもですね、結構使い勝手がいいかなというふうに思ってます。このコート自体がかなり綺麗めですよね。丈の長いステンカラーコートがベースになっているので、それに対して、あえてですね、内側にはカジュアルなパーカーを合わせることで、いわゆるですね、綺麗めとカジュアルのバランスが取りやすいのかなというふうに思っています。フードがあるだけで結構ですね、アクセント要素にもなるので、まあ、こういった綺麗なコートを着崩すというのもバランスがいいので、ぜひ皆さんも試していただきたいなというふうに思っています。まあ、ちなみにパーカーの色としては、僕が今着ているようなベージュだとかブラウンのようなものだと、
秋冬っぽさが出るので、これはこれでバランスがいいかなと思いますし、もうちょっと爽やかに拭いたかったらホワイトだとかライトグレーだとか、こういった明るいパーカーを着るのもいいかなと思いますし、思い切ってブラックで引き締めるのもいいかなと思うので、ぜひですね、皆さんの手持ちのパーカーとも合わせながら着こなしのバリエーションを広げていただけるとすごくいいんじゃないのかなというふうに思ってます。ちなみにこちらのコートの価格なんですが、17,000円台ということで、結構ですね、この値付けが絶妙だなと思ってるんですね。先ほどご紹介したユニクロのシングルブレストコート、これはですね、圧倒的なコストパフォーマンスで8000円前後なんですね。なのでこれだけちょっとズバ抜けて安いわけなんですが、まあ、いわゆるですね、セレクトショップのオリジナルのコートになってくると、やっぱり価格帯としては2万円から2万5000円ぐらい、このあたりがですね、最安値かなと思ってるんですね。それ以上高いコートもたくさんあるわけで、なかなかそこまでは投資できないんだよなという方にはですね、このグローバルワークの2万円を切った1万7000円台というのはありがたい価格帯なのかなというふうに思っています。ユニクロももちろんいいんですが、もうちょっと人との差別化をしたいという方には、こういったロング丈でトレンド感もあって、なおかつ素材使いとしてはとてもですね、機能的という点はすごく見逃せないポイントなのかなというふうに思っています。ただですね、一点だけデメリットがあるんですね。というのも、こちらのコートってサイズ展開が ML の2サイズなんですね。まあ、ビッグシルエットなので基本的には L でもですね、結構ゆったりめに着ていただけるかなと思うので、身長が高い方だとかぽっちゃり体型の方はカバーできるかなと思うんですが、残念ながらですね、僕のような身長164センチ53キロと小柄な男性だと、身幅だとか着丈の長さに関しては OK なんですけども、袖がですね、どうしても長すぎてしまうんですね。ここだけがですね、個人的にはちょっと残念だった点ですね。もうできればですね、 S サイズが欲しかったというところ、ここだけがですね、個人的には残念な点ではあるんですが、ただここ以外のですね、身幅だとか着丈に関してはバランスは最高なので、僕はこの後ですね、腕の長さを調整しながらですね、ガンガン使い倒したいなというふうに思っています。まあ、僕もですね、職業柄いろんなお店を出入りしているわけなんですが、このコートの完成度とかコストパフォーマンスは非常に高いので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画ではグローバルワークで見つけました MB さんとのコラボレーションコートをですね、皆さんにご紹介させていただきました。まあ、正直ですね、完成度はすごく高かったです。僕自身も着てみて気分も上がりますし、なおかつロングコートなのに軽量というところで機能性も抜群なので、今年の冬はですね、ガンガン着倒したいなというふうに思ってます。なんか不思議な感覚ですね。僕自身がですね、かつてライバル心を燃やしていた MB さんのコートをですね、ガンガン着てるというのはですね、なんか個人的にも面白いなと思ってるんですが、本当にですね、いろんなコートと比較してもかなり完成度が高いので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなというふうに思っています。まあ、最近はですね、こちらのコートのように様々なインフルエンサーだとかファッション業界の方がブランドとコラボレーションをしたアイテムってすごく増えてきてまして、まあ、非常にですね、顧客視点で使い勝手がいいものも多いんですね。まあ、その点はですね、僕自身も実際に着用しながら、これからも皆さんにですね、どんどんレビューができればなと思っていますし、実はですね、僕自身もよくですね、こちらのチャンネルで出しているあるブランドさんとコラボレーション商品を今ですね、作ってる最中なんですね。この秋冬はですね、ちょっと間に合わないんですが、来年の春夏にはですね、いくつか商品を皆さんにご紹介できるかなと思うので、そちらの方もぜひ楽しみにしていただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本について分かりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。